本日はサウスポー消防士森福正彦をご紹介します。高卒でシダックスに入社すると主力投手へ成長しますが、1年後に廃部が決定。高卒2年目ながら特例でドラフト対象選手になり、2006年ドラフト4位でソフトバンクに入団します。なかなか1軍に定着できない中、2008年秋季キャンプでサイドスローに転向。2010年にはあの独特のフォームを完成させると大ブレイク。マハラ、ファルケンボーグらとともに現在まで繁栄するソフトバンク帝国の礎を築きました。翌年の日本シリーズでは森福の11球を披露。ノーアウト満塁、絶体絶命のピンチを無失点に抑え、タカガールのハートをわしづかみすると、バレンタインではチームトップのチョコをもらうほど人気が頂点に達します。しかし巨人に FA 移籍すると安倍晋之助のモノマネをした結果大炎上。 G 党のみならず全国の野球ファンからヘイトを集めました。さすがの森福もこの山風は火消しできず全勝。2019年に戦力外を受け引退しました。